静かなる防衛の時間です。台湾が M1A2 エイブラムス戦車を108機注文しました。この戦車はアメリカの主力戦車で、長さ 9.83 メートル、幅が 3.65 メートルになります。アメリカでもこれはエイブラムス戦車は主力で、台湾へ輸出米議会が OK すれば台湾へ輸出されるようになります。で、数が108車両、総額ほかミサイル、対戦ミサイルなど26億ドル、台湾が発注しました。アメリカの動きは、そうですね、議会次第。ここに待ったをかけるのが中国。中国は台湾独立、阻止したいはずです。アメリカは独立させたい。この M1A2 戦車、エイブラムス戦車は新品で台湾に行くのではなく、オーバーホールです。したものを輸出。輸出する見通しです。中国も断固反対しており、台湾のあとは意思次第となっています。中国も本気で台湾の独立を阻止しに来るでしょう。
その時アメリカはどう動くか。ちょっと考えられます。台湾周辺海域に潜水艦、潜水艦がすでに待機してるんじゃないかなと考えていますが、まだまだ予想の範囲です。アメリカが大使館を台湾に置いたことからも重要性はかなり高くなっています。台湾も日本もを当てにしているでしょう。こんな感じですね。日米対、すでに韓国との同盟も終わっていると考えた方が正しいでしょう。今からは日米対で進むしかないと考えています。やはり台湾防衛にも戦車は必要で、M1A2 エイブラムス戦車が一番手っ取り早いと考えられます。それに重要なのは台湾海峡、東シナ海、第一列島線、ここへとつながってきます。こう褒めるべきは台湾の決断でしょう。さすが台湾です。今日のご視聴ありがとうございました。